皆さんこんにちは。静岡県健康福祉部の後藤です。本日11月26日の、県内の新規感染者の方は0人でした。で、この1週間の、合計が6人ということで、極めて、少ない状況が、続いています。一時期増えるかなと思われましたが、また、先週の終わりぐらいから少ない状況が続いています。皆様方の対策に感謝申し上げます。さて、11月に入ってからですね、県の所管している地域の、患者様22名しか発生していないんですけども、年齢別に見ますと、70歳代の方が4人と少し多くなっています。この方は皆さん、ワクチンを2回接種されている方ばかりなんです。ですので、ワクチンを接種してもですね、かかることがございます。でデルタ株はどこかに潜んでいるかもしれません。でかかっても軽く済むのがワクチンの最大の効果になっています。しかしながら、かかったら移す場合がございます。ですのでワクチン2回接種が終わった方も、マスクと、2メートルの距離と集まる時の換気をぜひよろしくお願いします。